様も結構ファンサービスされてらっしゃったんですけど、どうですか、ね、あの普段そんなファンって言ってくださる方はいらっしゃらないのですごく嬉しいです。いつも浴びてる声かけられてます、ね、嬉しいですね。今日は衣装もこれね、奈良の和紙みたいで伝統工芸品で、あのビムさんに見ていただきたくて来た。すごく素敵です。はい、あすごい羽がついてる、はい、歩きにくくはない、全然です。歩き、はい、あの川崎における、うん、あの青山さんの、うん、役どころを教えていただいたのは、はい、あの私は綾という役を、トイレの清掃員の平山を役所広司さんが演じられてるんですが、その部下にあたる江本時生さんの役のガールフレンドを演じるのが難しかった。あの細かい感情の部分とかそういうものを一切脚本には書いていなくて、で最後まで教えていただけなかったんですね。だから私なりにその撮影に入る前にビム・ベンダース監督の過去の作品などを見て、あのこういうことをベンダースってその作品に込めてるんじゃないのかなって自分で考えてやらせていただきました。でその後相談をしたりしますか。うん、ちょっとそう、でも教えてくれないんですよ。あ、それでも教えてそうなんですね。だから正解はないっていうことで、どんな解釈でもどんな風に来てもあのいいんだよっていう空気を作ってくださったので、あの不安なく皆さんとご一緒させていただくことができました。はい、ちなみに監督こんな感想でした。わーお、ノースモーキング、あの何髪に火がついちゃうからみんなタバコとか火は出さないでねって言ってました。ユーモアたっぷりです、ね、そうなの。でもいつも安全を考えてくれたらすぐにそう確かにそう一言目がそうあのノースモーキングって面白いです、ね。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お越しください。青木さん、写真いいですか。ありがとうございます。はい、あの主役の役所さん演じる平山さんの妹なんですけれども、ね、のいろいろちょっと昔何かがあの家族の中で何かがあったかなって想像させるちょっと難しい役です。役作りというか、そうですね、あんまり言葉ではたくさん喋ってないんですけど、あのお互いにたくさん背負ってるものがあるので、それを表現するのはちょっと難しかったです。ドレスが素敵だ。ありがとうございます。そうですね、あんまりこういう映画祭に参加したことがないので、あのちょっと失礼のならないようにと思って、もうそれだけを考えて頑張りました。素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと改めてなんですけど、このレッドカーペットを歩いてみてまずご感想いかがですか。そうだ、あの、この日比谷でのレッドカーペットを僕初めて見ました。今年も盛り上がってるので、うん、お客さんも盛り上げてくれてるので、本当に嬉しいですね。江本さんいかがですか。僕はこういう場所を歩く自体が初めましてなんで、ちょっと圧倒されすごく楽しんでおります。はい、あの先行してお兄さんも歩かれてます。そうなんですよね。兄貴歩いてて、奥田さんとあと桃子お姉ちゃんも歩いてて、あそうだ、ちょっと親戚だらけ、親戚がちょっと多いんですよ今日。なんか妙に恥ずかしいです。あの役所さんとのご共演は三浦さんはいかがでしたか。今回の作品初めてなんですよ、うんうん、前からあのちょっと年下なんですけど、一番リスペクトしている俳優さんなんで、とてもあの嬉しかったです。はい、いやいや、もう光栄です。もう本当に皆さんと初めてカメラ前で収録できたことは本当に嬉しかったし、うん、とてもいいシーンができて、試写会でも皆さんが喋るある言葉でもお客さんみんな笑ってましたけど、はい、本当ですか。本当ですよ。やけにこだわりますねっていうセリフが必ず笑う。そうですか。
ですよね。ちなみにあの日々の小さな揺らぎを丁寧に、まあ、追った作品ということで、役所さんなんか最近こう生活で心が揺らいだことってありましたか？心が揺らいだですか。まあでもイスラエルとガザ地区のニュースはやっぱり心を揺らぎますよね。でも本当なんか本当ウクライナもあるけど、ね、そうですね、なんかいい揺らぎだったら良かったんですけど、ね、そうですよね、でも、うん、早く解決してもらいたいですね。はい、ありがとうございました。